記事差し止め命令とは、戦前に内務大臣が慣例的に頻繁に行っていた新聞、雑誌に対する記事の掲載を禁止する命令。発禁処分よりも事前抑制的性格が強かった。警視庁特別高等警察部検閲課による検閲事務の様子関東大震災から1月以上、経過してから差し止めが解除され報道された記事この制度の成立時期は、 明確にされていないが、1918年の米騒動の際には、創上に関する一切の記事差し止めが、内務大臣から8月13日に出されている。関東大震災の際には、朝鮮人による事件の報道が、一定期間差し止められた。新聞手法、第23第1項には、発売反布禁止に関する規定があり、第2項には、全項の場合によって、 内務大臣は、同一趣旨の事項の掲載を指しやむることを、得とある。従って、内務大臣は、発売反復禁止を課したものについて差し止める権限を、法的には有していた。しかし実際には、発売反復禁止の以前に、何々に関する記事は、一切新聞紙に掲載せざるさま、何々に関する記事を、新聞紙に掲載したるときは禁止処分と、自殺、警告。 混乱した。この慣例については、第五十一議会、第五十二議会において合法化が試みられたが、法案は成立しなかった。この命令制度は、法的根拠がないために、違反しても、直接の罰則はなかったが、別に新聞紙法、出版法に基づく、発売反復禁止処分や、発行禁止処分が待っていた。かえって乱発され、対象でもクラシーの末期には、 新聞社の反対運動も起こったが、敗されることはなかった。ありがとうございます。